こんばんは。ちょっと待ってね。やっほー。令和の変形ソング、STU 今から、やばいやばい、ちょっとテレビテレビちょうどいい時間じゃん。今だ、あ、出てきた、意図せず出た夢をちちち思い出せない。こうするの中国地方限定なんですよ。超グッドタイミング、切なくなるんだ。日差しのようにあの日に戻れればいいのに。あ、私、はいはいはい、沖ゆかです。合わせて始めたのかと思った。いや、でも10時からだから、10時から始めたら被るなって思って10時半にやったんだけど、ちょうどこれ見て、あ、私映ってる、はい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 。これね、あれなんですよ、風を待つ久しぶりに両手振りバージョンなんですよ。めっちゃ覚えるの大変だった、覚え直すの。ちなみに青い服を着てるのが私でございます。あーやがて、この衣装めっちゃ華やかだね。なんかすごい、こう見たら、橋に立って待っていよう、ダン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 、あ、映って映って。ちなみに中国地方以外の方は NHK プラスさんで見ることができます。見てる？みんなどう？お、リチさんとユミニーさん、香川でも見れるんですよ。心の目で見てる。見ろや。見ろや。ありがとうございます。ということで、いい感じのタイミングで見れました。すごいね。目がね、ずっと赤いんですよ。わかる？もう怖くてね。こっちの目だけ、こっちの目っていうか、もうなんか目の化粧が最近できなくて、アイラインとかも引けない、目尻以外。コンタクトしてないんですよ。なんかね、もう目の開きが悪くて、もうずっとこんな感じなんですよ。うーんって。ね、本当にね、長いんですよね、ツアー初日ぐらいから眼科行かなきゃ。こっちは大丈夫なんですけど、うん、眼科ってなかなか行く機会がないね。
そんな感じでね、ちょっとコンディションが悪いんですけど、まあちょっと気にせずに、うん、触らんことですな。確かに触らないのが大事。というわけでね、まあちょっと風をまずを見てまったりと配信していこうかなって思います。まったりのんびり、ここはイエス、ココアホットココア、クマありがとうございます。クマ3つ3連クマ、クマクマクマありがとうございます。ココア、ピスタチオココア、8月はなんかレッスンが多くて、昨日とかもめっちゃ長めのレッスンしてたりとかだったんですけど、おっとっとっと、なんかちょっとこっちにしようかな。なんかこっち側でいいか、どうしようかな。なんか迷う、こっちでいいか。そういえばあれですね、歌唱力のあの AKB48 の歌唱力大会、歌唱力が発表されましたね。今年も STU からは誰が決勝に行くんだろうって。第4回なんですね。出るんですか。いや、それなんですけど、今年は私出ないんですよ。なので、あの今年は出ないので、ちょっと純粋に見て楽しもうかなと思っております。そう、出ないんですよ、私は。一応解禁してたんですけど、スケジュール的に、いやスケジュール的にじゃなくて自分からなんですよ。そうなんですよ。なんで今年は応援したいと思います。楽しみでも STU は本当に歌が上手なメンバーがたくさんいるので、誰が言っても
まあね、おかしくないですよね。応援しています。みんなも一緒に楽しみましょう。歌唱力ね、楽しみ。本当にそう、出ないんですよ、ごめんね。またどこかでなんか披露したいですね、歌。緊張しながら真剣に歌おうき好きだったのに。ありがとう嬉しい、それは嬉しいな。何歌ったかな、奥花子さんとか井上園子さんとか歌ってたかも、うん、ありがとうございます。いや、そう言ってもらえて、歌すごいね、得意じゃないけど好きなので、歌うのはありがとうございます、嬉しいです。でも私意外とね、カラオケとか行っても J-POP あんま歌わないからあれなんですよね。なんか本当にアイドル以外歌わないから、 J-POP に詳しくなさすぎてちゃんと勉強しようって思います。全然詳しくないんだよね、うん。だから普段なんかカラオケ行ったら意外とあんまり歌わないかも何か盛り上げ系のタイプ。洋楽歌わないな。おきちゃんの夏メロはどんなの？夏メロ、夏メロなんだろうな。一番歌う曲は、でもマジでお箱なのが、奥花子さんのガーネット。これはね、もうカラオケ行ったら絶対歌う。今の時期って感じするね。そうなんですよね、いい曲。もうすぐしたらツアーの香川が始まりますね。なんかこの間ぐらいからまたツアーのレッスンし始めてて、またね楽しんでいただけたらなと思います。来られる方いらっしゃるのかな。香川ツアー、配信どうだろう、配信あるのかな、ちょっとまだわかんない。またユニット曲とかいろいろとね、
楽しみにしていただけたらいいなと思います。でうち家族が香川見に来るのでめっちゃ緊張してます多分3回あるツアーの中で一番緊張してるかも。頑張ります。9月12日外れてショック。あれ外れてるんだ。そうなんだ。寂しいね。そっか、なるほどな。妹は見に来ないですね。お母さんと おじいちゃんおばあちゃんとかかな、多分。なんか意外と4周年の時に発表された時はすごい夏のツアーも9月の打ち上げ会もまだまだ先だなって思ってたけど、意外ともうあと少しっていうね。すぐだね。妹見に行ってきてではなく、妹はねアイドルにマジで興味ないんですよ多分来ること一生ないと思います。ふーちゃん卒コンにかのんちゃん来てたのね。あ、そう、磯貝さん来ててお話ししました。可愛かった。前変わらず可愛かった。姉妹でアイドル。妹はもうあの普通の女性としての楽しみが多分生きがいじゃないけど、普通の女性の楽しみたい感じだから、今は彼氏と一緒に楽しんでおります。なのでアイドルをすることは一生ないでしょう、残念ながらもう暇あれば彼氏がどうたらどうたら言ってくるんで、同棲してるんじゃないですかね、そろそろ。あんまり LINE 取らないんで分かんないけど、なんで期待しない方がいいですしそう。どうだろう、わかんない。私妹と話さないからな。どうでしょうね私友達の結婚式とかも行ったことないから、ちょっとマナー調べとかないとです。それはそろそろ終わりたいと思います。早いんですけど、ごめんなさい、今日壇上読まないです、申し訳ない。ありがとうございます壇上の皆さん。短いんですけど今日見てくださってありがとうございました。バイバーイ。